っと大事にしたいなっていうのがあって、お金なんですよね。欲望のでかさは無限に近いぐらいあるので、儲かるところに行くっていうのは、それこそ企業とかできちんと当てに行く。どうもこんにちは、春大ありメンバーのことこです。今回は悩める25卒の就活生と、それを解決してくれる大人の方に来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず相談に乗ってくださるお二方に自己紹介をお願いいたします。人事コンサルティング会社の人材研究所というところの代表をしております相馬と申します。どうぞよろしくお願いします。戸井杏奈と申します。確実内定という本を出したりとか、就活オタクとして今日は伺っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次に就活生の方も簡単な自己紹介をお願いいたします。はい、中央大学の商学部3年の柴田と申します。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速、ひかるさんが抱えているお悩みを教えていただけますか。僕の中でもやっぱ絶対に譲れない条件じゃないですけど、これはちょっと大事にしたいなっていうのがあって、お金なんですよね。お金がやっぱ一番自分で重要視してるところなので、それって自分が向いてる仕事を行った方がいいのか、それともこう好きなことの方がやり詰められるのかっていうのをちょっと2人にお聞きしたいなっていうふうに思います。ひかるさんはその就活軸でそのお金の優先度がすごく高いのってなんでなんですか。まあ、実家とかもお金持ちじゃないで仕送りとかももらえないなんで、まあ、結局はパチンコですね。はい、パチンコに全部を使ってしまうのでちょっとお金がなくなってしまう。多分その僕お金大事だと思うんですね。はい、でも人ってなんか人によって欲望の大きさって違うと思うんですけど、どれぐらいの欲望の大きさなのかわからないので、そこでなんかイメージあるんですか。そうですね、欲望のでかさは無限に近いぐらいあるので、無限にあるもうよくあるいい女とか地位名誉で、まあ、お金を手にするみたいな、全部手にしたいと思いますね。いや本当にそれぐらいの欲望はあるんですけど、全然自分を律せられない人間だとは思ってないので、例えばパチンコとかもこの額まではダメだよみたいな。でそのためにいろんなところ、例えば食費を削ったりとか、ちょっと金持ちの友達にもう頼み込んでおごってもらうみたいないう活動はしてるんですけど結局こんだけしか使っちゃダメだよっていうのをオーバーして、また親に借金をしてしまうという羽目になったので。ただ欲望が大きいっていいことなので、なぜなら志が小さい人は小さいことしか達成はできないので、それぐらい自分が逆に浪費家っていう自覚があるんだったら、浪費家なりに稼いだ方がきっと楽しいと思います。であればそれこそ企業とかできちんと当てに行くという方が正しいのかなと思いますし、それであれば多分自分のプライベートを多少犠牲にしてでも、あるいは自分のやりたいこととかやりがいとか全部犠牲にしてでも稼げる業界行った方がいいっていう話になってきますよね。おっしゃる通りで、儲かるところに業界とかも考えていくっていうのは、20代の体力があるうちにね、そういうとこ行ってみるっていうのは全然ありじゃないですか。はい、いやだってコンサルティング会社とかね、ガーッと20代とかでもう死ぬほど働いて、一定の貯金と能力とって手に入れたら、急になんか30代とか40代ぐらいから地域活性とかね、いやめちゃまたあるじゃないですか。それはまあまあ儲かんないかもしれないんですけど、もう儲けたからいいみたいなっていうような風になれる場合もあるんで、お金でやったらいいんじゃないかって最終的には思いましたね。そんな気がしましたね。ですし、それ隠す必要ないと思いますよ。会社の志望動機の時に、いや本当にお金稼ぐのが好きですと、稼ぎたいです、そのために自分を結構名刺して働ける覚悟決まってますっていう学生ほぼいないので、かなり差別化になると思います。それを求める人物像の中に稼ぎたいっていうのを入れてる会社は結構多いですよ。商売系があるとかっていうのは、もう戸井杏奈さんおっしゃるように希少価値あるから、お金に興味のない商売系がない善人の人ってどうもこう安くただばかただきしちゃったりとかね、そういうこともあったりもするので。確かに最近の学生の自分の友達とかの方向性とか見てても、奉仕できるだの、やれなんか地球のことを考えてみたいな、そういうところに力を入れてる企業がとか言ってますけど、本気かって思いますよね。本気だと思いますけどね。いや結構なんか昔っぽい人面白いで、それを売りにした方が絶対ウケるまで隠さなくていいです。明確なキャリアプランっていうのが自分の中で用意できていないというか、見通しが見えなくて、どういったふうに就活をしていったらいいのかわからないような状況でやらせてもらってます。将来サラリーマンになるかわからないっていうようなおっしゃり方を事前におっしゃってたと思うんですけれども、はい、サラリーマンにならない以外で何かしたいことが決まっているというわけでもない状態ですか？サラリーマンっていうのでこう年金をもらうまでこう働き続けるっていうふうには考えてなくて、ちょっと興味あるのがフックとかそういう系に興味がありまして、そういったふうに言ったりとか、ちょっと起業の方も興味があるので、自分にこうキャリアが築けていったらそういう道もあるのかなっていうような考えではありますね。服っていうのはアパレルで起業したいとかではなくって、服のジャンルで何か働きたいみたいなイメージ。そうですね。今思い描いてるのは中央大学に行ってるんですけど、ダブルスクールで日曜日学校に行ってまして、一つデザイナーとして活躍してみたい。もう一つで言いますと古着屋のオーナーとかそういった風の経営方針っていうのをやってみたいなとは思ってます。ありがとうございます。なんか今のお話だけ聞くと、まあまあ明確じゃないかなっていうふうに思ったんですけど、はい、むしろどちらかというとそういう服にも興味もあるし、起業も興味あるし、でしかもデザインもスクール通うってすごい行動じゃないですか。そこまでアクションを移しておいて、でもなぜ明確なキャリアプランがないって感じちゃってるのか。どこら辺が悩みなのか、もうちょっと聞きたいなっていう気がしました。サラリーマンでやりたいことがないというか、一応サラリーマンなんでやるんだって思いますよね。それで思ってるのはちょっと一応お母さんへの恩返しじゃないですけど、就活して普通に働いてっていうので親に恩返しする期間じゃないですけど、そういうのを設けたいなと思ってのサラリーマン。やりたいことがなくても例えば選び方っていうのはできそうなことで選ぶっていうのもあるじゃないですか。であるいはこの能力が足りないからこの能力を身につけるために選ぶっていうのもあるし、はい、いろんなやり方があると思うんですけど、この先にやりたいことってあるわけですよね。なんか服のこととか、そうですね。その時に自分が今なんか足りないって思ってる能力ってあったりします？自分に足りない能力って思うと、一つはお金は置いといて企業で働いて経験がないのでどういったもんなのかなっていうのが一つと、本当は服系で行きたいっていう気持ちはあるんですけど、それで稼げるのかなっていう不安がある。っていうので、その仕組みとかがよくわからないっていう現状ではありますね。そうすると夢がここにあるけれども、それでお金を稼いでいるっていうビジネスモデルがわからない。そうですね。って考えてみると、学ぶべきことって多分2つぐらいに絞れて、1つは取引先が社会人、いわゆる会社員の方になる可能性が高いので、そうすると会社員のマナーは知っておくと楽そうですよね、っていうのは1つで、もう1つがその服でどうやってお金を稼ぐかっていうビジネスモデルの作り方なのかなと思います。要は例えば服が1着売れた時にその利益って何円でそこからいくら残ってってことは月に何着売らなきゃいけなくてみたいな考え方、そういうそのビジネスのお金の稼ぐ仕組みっていうのを教えてくれるような会社に行くといいのかなと私は直感的に思ってるんですが、なんか服と起業がこう合致していったらもう服の会社行けってなるじゃないですか、はい、どっちかっていうとかっこいいなって思うのがこうインスタとかでフリーでこう絵を描いてたりとか、デザイナーも小さくやってて自分のこだわりを詰めているみたいな方で、そこにあんまビジネスとしてのチャンスというかお金を生むやつがあるとは思えないので、起業するんだったら他のところのがいいのかなっていう気持ちもありつつ、じゃあ何で起業しようっていうのも分からなくて、じゃあどんなところで働いたらいいのか分からないっていうような感じなのかなっていうふうに思いますね。ビジネスモデルを教えてもらえるところに行った方がいいのは間違いない。自分がやるなら、はい、であともう一つは、いろんなビジネスモデル知ったら楽しいかなと思うので、プロジェクト型でさまざまなビジネスモデルに触れられるような仕事、例えばコンサルタントとかそういうお仕事でこのジャンルってこういうふうにお金を儲けてるんだ、この違う業界はこういうふうにお金を作ってるんだっていうのをいっぱい知っておくということは損にはならないかなと個人的には思いました。自分実際に就活を進めていって、サイバーエージェントさんにちょっと何回か面接をさせていただいて、ちょっと上の方まで行ったんですけど、社員さんと話してどういったキャリアプランを持ってるのっていうふうに言われまして、そこで自分はこうさっきも言ったように服が結構好きなので服関係とやっていったら面白いのかなっていう話をしたら、じゃあ服のところに行けばいいじゃないかっていうふうに言われまして、でもそうじゃないっていう、なんか企業服でそんなに考えてないっていうので、こう明確なキャリアプランっていうのを本当に持っとかなきゃ就活って受かんないのかなっていう疑問がありまして、そこをお二方にちょっとお聞きしたいなっていうふうに思ってます。結局なんで落ちちゃったかっていう話は、面接官の立場って、ある程度はやっぱりキャリアプランというか自分の将来に対してなんか考えて方向性とかね軸とかなんか持っててほしいっていうのは思いながらも、もうこれでないと嫌だっていうふうに言われちゃうと、またこれはそれで視野が狭いというか、この人は仕事を選ぶ人だなみたいなね、言い方するんですよね。あんまりこう自分を小さいところに決めつけずに、やってほしいっていう観点もあったりとかすると思うんですね。特にサーバーエージェントさんとかだったりとかすると、事業の幅も広かったりとかするので、言い方としてはね、僕が今のところパッと第一早期ではやりたいっていうのはそうだと思うんですけど、いきなり服っていうよりは、もうちょっと抽象度を高くしてこういうことやりたいっていう話をした上で、例えば服みたいにとかですね、あえて言えば、まあ、服の業界とかっていうのに今興味があってとかっていうふうな、だからその間ぐらいの今みたいな言い方言っとけば、まあ、よかったんじゃないかなっていう気はしますけどね。まあ、というか実態そんな感じなので。最後にひかるさんから感想をお願いします。自分の夢についての話も軽くさせていただいて、で就活もどういうふうにやったらいいのか全くわからない状態から、自分の特性に合った進め方っていうのまで今日ご指導いただきまして、これからの就活が楽しく、就活だけじゃなくて社会人人生っていうのも何か面白くなりそうな予感がしたので、とても有意義な時間になったと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。ここで仙台エリーからお知らせです。期間限定で ES 添削サービスを無料で実施しています。 ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思ってる就活生に向けてダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので概要欄のリンクからぜひチェックしてみてね。